ターニングポイントになった役の中に、あの地獄少女の愛って書いてあるんですけど、はい、あれはそうですね、なんかあのちょっと分かりやすく言うと必殺仕事人みたいな感じで、あ面白い、ね、そうなんか、毎回こう恨みを、強い恨みを持った人が地獄通信というところにアクセスをすると、本当にその値する強い恨みの時だけこうアクセスがつながって、でこう藁人形をもとに契約を、あなたの魂と引き換えに契約を成立させますかって、それで成立が成立あの整っちゃうと、あの我々こま地獄少女と少女軍団が動き出すんだ、動き出す、怖いね、どういう声出してたのだっと結構あの、お市みたいな割とポソポソと、あなるほどなるほど、暗く喋ってました、はい、一遍死んでみる的な、なんかそんでそれがのともやると怖いなそれ、それをなんか私的にはぜひ生で聞きたいななんて思うんですけど、ダメですか、ダメですか、まずい、まずい、オッケー、オッケー出た、ここで、いいですか、はい、あじゃあ一遍死んでみるみたいな、こんなような、ちょっと緊張しちゃった、怖いです、いやそれでね、あのまあ大石でずっとやってたじゃない、はいね、はい、でまあそういう本当にか細いさ、はかなさのね、そういう声を出してたんだけどね、この間さツンデレってやつでね、7人のツンデレでさ一緒になってね、はい、おいでさ、そしたらねすげえ声出すのよ、あのもとの子ってこういう声を出すんだって言ってね、びっくりしちゃったんだね、あでもそれ若本さんに直接そう言ってもらえたらすごい嬉しかったです、あ現場でもなんか、そうそうそう、イメージないですね、本当ですか、なんかいつもふわっとしてる役が多いように見えるので、なんかそれ岡本さんとご一緒させてもらった作品は結構ちょっと行っちゃってる女の子なんですよね、そうそう、はかない感じのね、はい、だからそれその声聞いてね、一瞬ね僕のね神さんがね縮まったとさそれはいいです